皆さん、こんにちは。今回はモンゴル出身の元大相撲第69代横綱朝青龍ことドルゴルスレン・ダグワドルジ氏の最新ニュースと合わせて知られざる逸話をお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。朝青龍といえば、2003年に史上最年少で横綱に昇進し、通算25回の優勝を誇る大横綱として知られています。その強さはもちろんのこと、豪快なキャラクターと相撲にかける情熱で多くのファンを魅了してきました。そんな彼の若き日の伝説的なエピソードは今なお語り継がれています。中でも特に印象的なのが、朝青龍が幕下時代に起こした出来事です。ある巡業での朝稽古中のことでした。若い力士たちの申し合いが終わり、続いてぶつかり稽古が始まります。土俵の周りには本稽古に備えて関取衆が集まり始めていました。そこには当時の横綱貴乃花の姿もありました。普通の幕下力士ならそこは神妙にしているものですが、朝青龍は違いました。彼は突然貴乃花に向かって大声で叫んだのです。おい、俺に胸を出せ。土俵内外が静まり返る中、朝青龍の声だけが響き渡ります。これにはさすがの関取衆も唖然。同じ一門で朝青龍のことをよく知る曙関が慌てて間に入りました。わかった、わかった、俺が胸を出すよ。しかし朝青龍は曙関の申し出を断固拒否します。曙さんはいつもやってもらってるから、今日は違う人がいい。周囲からは、こら、朝青龍、何考えてるんだと怒号が飛び交います。が、彼は一向に聞く耳を持ちません。結局朝青龍のわがままは通らず、その場は収まったものの、彼のぶつかり稽古は見事なまでにぐちゃぐちゃ。額から血を流しながらも、朝青龍は最後まで貴乃花から目を離しませんでした。この出来事があったのは1999年の末のこと。当時の朝青龍はまだ前頭筆頭まで番付を上げたばかりの21歳でした。それが堂々と横綱に挑むなんて、常識では考えられない非常識な行為です。この一件を知った関係者からは、さすがにそれはないだろうと呆れる声が上がりました。でもそれが朝青龍ならありえる話であり、あってもおかしくない、むしろ彼らしいエピソードだと言えるでしょう。物心ついた時から相撲一筋だった朝青龍。モンゴルの遊牧民の家に生まれ、3歳の時に初めて土俵に上がったといいます。小学生の頃は祭りの相撲大会で活躍、日本の大相撲に憧れを抱き、15歳でモンゴル相撲の青年全国チャンピオンに輝くと、そのまま単身来日。高校に進学すると同時に本格的な相撲修行の日々が始まりました。朝青龍が目指したのは、いつの日か立派な関取になること、そして誰よりも強い力士になること。その思いは誰にも負けないほど強く、そして純粋なものだったのです。だから朝青龍は貴乃花との稽古にも臆することなく立ち向かった。それがたとえ非常識だと言われようと、彼の中では強くなるためなら当然のことだったのでしょう。いつの日かまた朝青龍のような熱き魂を持った若者が現れ、土俵を沸かせてくれる日が来ることを信じています。そんな朝青龍に関する驚きのニュースが舞い込んできました。朝青龍が12日 X を更新し、本日より都内の病院で緊急入院することになりましたと報告し、続いて原因がまだわからないんですが検査中です、また元気になって笑顔を見せればいいかなと思ってます、いつも応援する方々に感謝しております、ドルジよりと綴りました。一日も早い回復と彼の家族の幸せを心からお祈り申し上げます。さらにその前日には、朝青龍の盟友である元横綱曙の訃報が伝えられました。朝青龍は自身の SNS でこうコメントされています。言葉になりません。母国モンゴルにもう一緒させて最高の思い出です。横綱がまた引退する前に語ったことがあります。曙さんに私から、横綱私早く幕内上がって横綱土俵入りの太刀持ちやりたいです、また引退しないでくださいと言葉が忘れない、
残念ながら幕内上がる前場所で引退することになりました。たくさんのお世話、たくさんのエンジョイタイム、ごっちゃんでした。ドルジ、男のやきもち女よりきついぞ、言葉忘れません。またアロハ青い海で会いましょう横綱。原文ママ、朝青龍とあけぼの。二人の横綱は、土俵の上でも、土俵下でも、親友であり、ライバルでした。最後の話題は朝青龍の結婚と離婚、そして再婚についてです。朝青龍は2002年12月、大関時代の22歳の時に、小中学校の同級生だったタミル・ゴンボツェレンさんと入籍しました。二人は中学のバスケットボール部で知り合い、交際していましたが、高校では朝青龍が日本の明徳義塾高校へ、タミルさんがドイツへと留学し、遠距離恋愛を続けていました。そして2002年12月に結婚した二人ですが、実はできちゃった結婚だったのです。2003年4月には女の子が誕生し、イチンホルロちゃんと名付けられました。さらに2005年10月には第2子となる男の子、ジャミアンドルジ君が生まれました。しかし2007年、朝青龍の DV 疑惑や浮気問題が報道され、タミルさんは子供たちを連れてモンゴルに帰国、別居生活が続きました。離婚するのではないかと噂されましたが、2009年7月に朝青龍がブログで嘘の離婚発表をしたため、真相は分かりませんでした。ところが2011年に放送された番組で、朝青龍一家の団らんの様子が映し出されたのです。離婚は最初からしていなかったようですね。しかし2012年5月、お酒に酔った朝青龍がタミルさんを殴ったと現地の新聞に報じられました。タミルさんは自力で立てないほどの怪我を負い、入院。夫人への暴行騒動はこれが3回目だったそうです。その後、二人は本当に離婚しました。一方、朝青龍は2020年7月、40歳の時に14歳下のモンゴル人女性、オギーさんと再婚しました。二人は2018年に婚約していたそうで、再婚後は仲の良い夫婦として知られています。朝青龍は、二人でいると飽きないんですよ。いろんな話をしたりして、と語っており、オギーさんとの楽しい結婚生活ぶりが伺えます。2023年11月時点で、朝青龍とオギーさんの間には女の子が3人誕生しています。2020年7月の結婚からわずか3年で3人の子供が生まれたことになりますね。朝青龍は4人目も作る気だそうで、子供好きな一面が伺えます。朝青龍の子供たちの写真には、モンゴルにも鯉のぼりがあることが写っており、良きパパぶりが伝わってきます。オギーさんは現在、子育てに忙しい毎日を送っているようですが、もともとの職業は不明です。ただ、朝青龍との相性は抜群で、幸せな結婚生活を送っているとのことです。波乱万丈な人生を歩んできた朝青龍ですが、現在は幸せな家庭を築いているようです。子供好きな朝青龍が、オギーさんとの間に4人目の子供を授かる日も、そう遠くないかもしれませんね。朝青龍は、モンゴルの遊牧民の家に生まれ、わずか3歳で初めて土俵に上がりました。15歳でモンゴル相撲の全国チャンピオンになると、日本の大相撲を目指して単身来日。史上最年少の21歳9ヶ月で第69代横綱に就いた朝青龍は、強くなりたい一心で常人離れした稽古を積み、持ち前の身体能力と、絶対に負けないという精神力で数々の記録を打ち立てました。一方で、強さを求めるあまり、一般人への暴力事件を起こすなど、波乱に満ちた人生も歩みました。しかし現在は、再婚相手のオギーさんとの間に3人の女の子を授かり、幸せな家庭を築いています。朝青龍は今も、相撲への愛を胸に、モンゴル相撲の普及、発展に尽力しているのです。朝青龍の生涯は、強さを極めた先にたどり着いた、家族という真実を物語っています。彼の魂は今も土俵の上で輝き続け、いつの日か、また朝青龍のような熱き魂を持った若者が現れることでしょう。モンゴルの英雄、朝青龍の人生に、心からの拍手を送りたいと思います。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。